ウーロン茶、ウーロン茶は中国茶のうち青茶、青茶、青茶に分類され茶葉の発酵途中で加熱することで発酵を止めた半発酵茶である。入れた茶の水色は高褐色。中国茶は1978年に中国安徽省の安徽農業大学の陳炎教授によって緑茶、白茶、黄茶、黒茶、青茶、紅茶の6種。 六大茶類に区分され、これに、ジャスミン茶など花茶を加えた七種が、現在最も一般な分類方法として知られている、区分について、詳しくは、中国茶の項目を参照のこと。中国語で言う、青は、黒っぽい藍色を指す。青茶に対して、緑茶は茶葉を摘んだ直後に加熱するため発酵の過程が、なく、紅茶や黒茶は、完全に発酵させて乾燥させたものである。 一説によれば、ウーロン茶という名前は、中国関東省で生茶されたお茶の形状や色が、カラスのように黒く、竜のように曲がりくねっているため名付けられたという。関東省東部の長州市塩安県で生茶されている、石古壺や、鳳凰山周辺で生産される、鳳凰炭が、現在のウーロン茶の素であると推測されている。実際の生産量では、福建省がトップで、 台湾がこれに続く。福建省北部にある、武イ山市の武イ茶が、ウーロン茶の代表的名茶として知られているが、日本においては、福建省中部の専州市安慶県で作られる、鉄、観音が、香港においては、水泉の知名度が高い。台湾産では、南投げ県、鹿屋号の当庁ウーロン茶、台湾中央山脈の梨山、アリさん、 杉場や朱景など標高1000メートル以上の菜園で生産される高山茶、首都台北市郊外で生産される分散放樹が質の高いウーロン茶の銘柄として有名。現在のウーロン茶は福建省と広東省、台湾などのいわゆる河南文化圏が主な産地であるが、近年は台湾の生茶技師などの指導によって、ベトナムやタイの山岳地帯、また独自のタイプの青茶が、 インドのダージリン地方などでも少量が商業的に生産されている。日本でも一部で生産されているが、生産量はわずかである。東京ウーロン茶は台湾、南投げ県、鹿屋号東部の山腹で栽培されるウーロン茶の名称。現在では台湾の広範囲において栽培されており、台湾を代表するウーロン茶として認知されている。味は緑茶に近いが、札和を 茶葉の加熱処理の方法が日本茶とは異なるため独特の爽やかな香りがする。東方美人茶は台湾中西部の新築県阿弥里などで採れる。文化が葉を食うことで独特の香りと味わいが生まれる。しばらくしてヨーロッパに輸出されたが実際に人気が出始めるのは19世紀末から20世紀に入ってからで英国で名付けられたオリエンタルビューティー。 オリエンタルビューティー、現在、ビクトリア女王が名付けたという説が巷に広がっているが、年代的におかしいの訳語として、東洋では、響きの美しい、東方美人が定着した。信代、日本統治時代の頃から、台湾の重要な輸出産品であったが、近年では、台湾国内でも、消費量が増えている。福建省ブイヤのブイ茶は、ウーロン茶の代表的名茶として、 また、英国人によるインド産紅茶の原型となった、お茶としても名高く、その中でも大広報は、国が管理する茶樹で、国品タイグルの客に提供される。白戸坂、水近畿、飯天腰、鉄らかんなどが4、大岩茶として知られている。て、観音は、福建省南部の安計県が産地、台湾や関東省でも作られている。生産量は、 ウーロン茶全体の5%ほどの割合を占める。名の由来には諸説ある。日本でも有名なウーロン茶である。水仙は福建省と関東省で生産される。香港では有名なウーロン茶で多くの中国料理のレストランで出されているが、ウーロン茶という総称では分かってもらえず、水仙、関東語、そうい心といって注文しないと、ウーロン茶が飲めない場合がある。 鳳凰炭、鳳凰炭層は、関東省長州市の名茶で、関東省のウーロン茶を代表する銘柄。鳳凰山周辺で生産され、現在のウーロン茶の祖と言われる。入れる、湯の温度は80度以上の高温が適し、2000名以降を飲む。最初に、茶壺、急水茶葉を入れ、熱湯を注ぐが、一度メニューを入れる目的は、茶器を温め、茶葉を開かせ。 茶葉の誇りなどを洗い落とすためである。このため、一煎目は、時間を置かず、さっと茶会か、湯飲みに湯を移し、温めたら捨てる。一煎目は、短時間しか茶葉に触れないため、決して美味ではなく、飲まない。二煎目は、茶葉の性質に応じて三十秒から一分程度の、時間をかけて、成分を抽出してから、最後まで茶会か、湯飲みに移し切る。二煎目では、 文香灰を使い、香りを楽しんでもよい。茶葉にも夜が四五千目まで美味しく楽しめる。煎じる回数が増えるごとに蒸らす時間を約十秒ずつ長くするとよい。もっともこれらは正式な場で出す茶の入れ方としての一、例であり、家庭で飲まれるものは各人の好み、各家庭、地域によって方法が異なる。ウーロン茶十合ポリフェノール。 ウーロン T ポラマーイズドパリフィナルズオットープという、ウーロン茶特有のポリフェノールが含まれており、これは、脂肪の吸収を抑え、脂肪分解を促進する働きがあるため、ダイエットに良いとされる。近年ではその効果が注目され、健康食品としても引用される。サントリーは2006年に特定保健用食品として、黒ウーロン茶を発売した。カフェインが含まれるため興奮作用や、 利尿作用がある。他にも消化を助けるほか、体を温める作用があり、冷え症対策にも有効とされる。また、飲む以外に、ウーロン茶が油を分解する効果を使って、車のガラスの湯膜取りなどの用途にも使うことができる。日本においては、1895年に、下関条約で、台湾が新から日本に割譲され、事業等で現地を訪れた人々に、 ウーロン茶の存在が知られるようになった。大正時代には銀座にウーロン茶の喫茶販売店ができて輸入も行われ、通りの人たちに利用されるようになった。しかし、日本における本格的な普及は1970年代に送信や美容に効果があると伝聞されたことに始まる。当時爆発的な人気があったアイドルディオピンクレディが 美容のために愛飲していることが1978から79年頃に話題となったことから、脚光を浴びて、年間輸入量が2トンから280トンに急増し、第一次ブームとなる。この時期のウーロン茶は、湯で入れた飲み方が主流であり、茶葉を用いる、屋内仕様であった。その後、粗悪品が出回りブームは下火になる。1979年に、伊藤園が、 中国宮産畜産新出口総工士と輸入代理店契約を締結。1981年2月に伊藤園が世界初の缶入りウーロン茶として商品化。同年12月、サントリーが缶入りウーロン茶を発売し、油分の多い料理に適し、飲み口もさっぱりして後を引かないというキャッチフレーズと合わせて、冷やしても美味しく手軽に飲むことができるとす。 日本独自のスタイルが生まれて、屋外市場の展開が始まる。1983年にポッカコーポレーションが、缶入りの宇治の露生茶と麹茶を、1985年に伊藤園が、缶入りの緑茶を発売したこともあり、ウーロン茶は清涼飲料水としての市民権を得た。酒税法の改正に影響を与えた中杯ブームのピークである1985年には、焼酎を、 ウーロン茶では、たウーロン割が現れ、1991年には、レゲエパンチが生まれ、需要がさらに伸びる。この時期が、ウーロン茶の第二次ブームとなった。簡易りウーロン茶のトップブランドのサントリーは、飲食料品の製造販売会社のマガヤ園と、共同開発した、夏季限定商品として冷やしたウーロン茶を用いた、茶漬けを2005年5月から8月にかけて発売し、 長屋園は2002年から販売している冷やし茶漬けのイメージの定着をサントリーは消費のさらなる拡大を図る。2005年現在におけるウーロン茶を含む茶系飲料水の消費量は社団法人全国製涼飲料工業会全清院のソフトドリンクの品目別生産量の推移によると炭酸飲料、コーヒー飲料が横ばいに推移し、果汁飲料が 加工線を示している中で、茶系飲料は徐々に上昇しており、全清委員の平成10年清涼飲料総合調査では、好きな清涼飲料水の一位になっている。本場中国では、ウーロン茶は、福建省、広東省という限られた地域で飲まれているものであり、かつ熱い茶を自分で入れて飲むことしか考えられなかったが、1990年代後半にサントリーが、 上海でペットボトル入りのウーロン茶発売を検討した際、上海では加藤タイプの台湾系ウーロン茶が販売活動を開始しておりサントリーもそれに倣って、加藤、無糖2種のペットボトル入りウーロン茶を発売した。その後台湾大手の統一食品もペットボトル入りに参入。現在は地元中国のメーカーも類似の清涼飲料水を発売している。 当初中国での主流は砂糖を加えたものであり、無糖のものを探すのには骨が折れる状態であったが、2011年時点では無糖のウーロン茶も普及し、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどで手軽に無糖のウーロン茶も買うことができる。2007年、2008年に殺虫剤が混入させられた中国製冷凍餃子が流通し、 中国産食品の安全性に不安を感じる消費者が急増、ウーロン茶の消費にも影響を及ぼした。中国以外の大替地が求められたが、ウーロン茶を作る茶の木は、日本の緑茶などの茶の木と根本的に同一植物であるため、2015年に入ると、日本国内産茶葉を加工したウーロン茶を原料とした、ウーロン茶飲料が発されるに至った。た楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。